2004年のスペイングランプリは、ロードレース世界選手権の2004年シーズン第2戦として、4月30日から5月2日まで、スペインのヘレス・デラ・フロン・テーラーにある、ヘレス・サーキットで開催された。ヘレスは週末雨に見舞われ、決勝レースは全クラスが、ウェットコンディションで行われた。125cc クラス決勝では、周回を重ねるごとに、雨が強くなり、 終盤までトップを独走していたケイシー・ストーナーが残り3周時点で転倒、他13台がリタイアを喫するサバイバルレースとなった。そんな中、グランプリフル参戦2年目のマルコシ・シモンチェリがスティーブ・イエンクナーの追い上げを抑え、初優勝を遂げた。250cc クラス決勝でも雨に足を救われてマヌエル・ポジャーリ、青山・博一、ダニ・ペドロ・サラ・上位陣が 次々と転倒を喫する中、ロベルト・ロルフォが独走で自身グランプリ3勝目を挙げた。モートジッピークラスでは、セッテジュ・ベルナウがマックス・ビアジとのバトルを制し、地元グランプリ初制覇を果たした。3位には、レプソル・ホンダのアレックス・バロスが入り、ホンダ勢が表彰台を独占した。バレンティーノ・ロッシは4位に終わり、2002年の 第11戦ポルトガル GP 以来続いていた連続表彰台獲得記録は23でストップすることとなった。ありがとうございます。